皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは。今日は、グラッベレス、グラッベレ難しいね、グラッベレレスに来ております。イエーイ。なんか芸能人の方がやってるお店なんでしょ。そうです。じゃあ攻めてみます。よーし、はい、行きます。これあれがサンバルだね。サンバルはいろいろ3種類ね。そうですね。サンバルまた生のね、サンバルとサンバルオリジナルね、このお店のオリジナルなんだもんね。サンバルエンベ、エンベってやつだね。こういうなんかセットメニューみたいなのあるね。そうですね。おすすめは何なの？マカニシニや。マカニシニ。はい。アパヤンパリングリコメ。ヤンニア。これがおすすめなの？イニアンパリンググプレベンシレイレイト。モザレラ。モザレラで。おお。これね。これモザレラとか。うん。何か。あ、そうなんだ。これなし。ご飯か麺か選べるってこと？ブラティパケットなし。あ、これ値段ですよ。アイアム、これどっちが？これだとアイアム単品でってことなんでしょ？あ、単品だよ、単品。で、これ違う。ご飯セットか、うん、麺の、ね、セットです。セットってことでしょ？そうです。なしセットにしようかな。なしセット。パケなし。辛いは？あ、辛いはノーマルでいい。Yang biasa aja kan pedas. Ya kasih satu aja. Terus, nampo, apa no? Ko ayam aja kan minum, cok. Sambal original, sambal mata. Ko, nampo sambal base lah, kapan tu? Sambal sambal ada, beda no nedan. Ah, mak, beda nedan tu, bukan. Tapi tu je lah, i ayam. Berarti satu pesan ayam saya.うん、大丈夫大丈夫。あ、本当。同じ、全部同じアヤムなの？ブティスマイシにアヤムや。いや。そうです。あ、そういうことね。じゃあ、これはまた別のメニューに入れるけど。いいね、やっぱりね。本当？どれくらい人？これ二人の。ああ。二人のセットです。あ、セットよ。そうです。これセットするか。あ、じゃあこのセットでもいいよ。ニーニャじゃ。セットニーニャじゃ。ニーニャだ。やばやばだび。どうさや。どうさや。ニーニャかもしれないや。だって、dapat ayam dua ya。飲み物二つついてる。あ、だって、minumnya dua ya。minumnya dua。Okay。nasi dua。nasi dua。sama sama。itu aja。これ番号を呼ばれたらここに取りに行くの？それとも運んでくれるの？リバーエナパー持っていく。じゃあランタンズラでもいいのかな？リサイクルでどうできない。じゃあこっちの方に。ああ、いろいろあるんだね。ナシシャマルラオとかあるんですよ。ナシクニンとか。ご飯を選べるってこと？そうです。これはナシサマルラオですね。だからさっきチキンは基本的には同じで、うん、そのトッピングを基本的には選べるって感じなんですか？そうですね、ご飯はね。あとこれですね。さっきこれの。ね。これのセット。うん。あとナシクニンもありますね。黄色い、
黄色いご飯のことだよね。そうですね。これはこれ、パンケーキガルプーです。ガルプー、うん、テンペ、テロン、テンペ、ジャーモール、ガルプー、ここにもちょこちょこあるんじゃん。そうです、ね、うん、です野菜のね、うん、野菜か、うん、だってテロン野菜を全部揚げたやつだ、フライドしたやつだ。そうです、そうです。ああ、そこそこ、はい、商品が届きました。イエーイ。これは何？サンバのムッチョンですね。ムッチョン、ムッチョン、辛いやつ。辛いですね。基本的にチキンは同じで、これ上にかかってるサンバル ね、 そうですね、辛いソースが違う感じですね。そうですね。これはご飯だよね。ご飯ですね。ね、で、これがサンバル、サンバルオリジナル。オリジナルね。そうですね。で、ご飯のなんか丼物のもついてきてるのね。おお、何丼なんだろう、これ。そうですね、何ていう名前、野菜と、うん、魚のね、うん、丼物ね。丼物ですね。で、飲み物と水とこれ、オリジナルオリジナルお茶ですね。5万4000ルピアだっけ。そうですね、5万4000ルピア。安いね。安いですね。じゃあ、食べてみましょうか。はい、はい、さて、じゃあどっち食べる。あ、辛いやつでいいよ、浅香さん。じゃあ、まあ、こっちでこっちでね。はい、はい、じゃあ、いただきます。いただきます。あ、俺も水で大丈夫。あ、大丈夫ですよ。さて、これね、はい、テーマです。どうですか、辛い。辛いよ、まだ辛いよ。あれ、かで辛くない方を選んでみてね。言ってくれよかった。あー、言った言った。辛いけど美味しい。もう一個、もう一個、もう一回いくよ。辛いけど美味しい。美味しい。ご飯ね、食べないね。これパッと見おにぎり状にもう見えるからね。そうですね。おいしいよ。辛いけどおいしい。おいしい、よかった。ちょっとこれシェアしようか。はい、いや、どうぞ、ね。なんかご飯だと思う。ご飯ばっかりになっちゃう。ご飯がばかりや、インドネシアスタイルですよね。うん、いいですか。うん、甘辛な感じで、あ、うん、美味しい。うん、さっきのやつよりも辛くない。うん、うん、うん、日本人の人は結構このご飯のやつ好きなんじゃないかな。ライスボックスで、うん、そうですね。はい、まだ食べてみて。うん、食べます。じゃあ食べます。うん、じゃあいただきます。はい、最初、肉から、うん、やっぱり合ってる。合ってる。サンバルムルチャンドは、ムルチャンドは爆弾みたいな感じですよ。バーッと爆発。爆発。ああ、すごいじゃん、すごい辛いやつ食べてる。そうですね。これレポルジュだな。じゃあこっちにしてまだ良かったんだ俺。うん、うん、まあ、うん、おいしい。おいしい。あ、でもカルクラスでも辛かったか。辛いのが好き人はこれ、うん、美味しいよ。まあ、バリの料理、うん、インドネシア料理、辛いです。辛い、マンタ、いえ、マンタっていただきました。またいただきます。結構これジャカルタでもあるんじゃないの。あるんじゃないですか。まあ、女さんはジャカルタの芸能人だから、うん、あるんじゃないですか。うん、
日本人のタレントさんもね、吉本の芸人さんも使って宣伝してるぐらいだからね。うん、すごいお金かけてるよね、トマトはね。そうですね。今思ったけどさ、はい、ここのお店のマークさ、ちょっと映してこれ。ここのお店のマークなんか火が出てるじゃん。はい。辛いので有名なんじゃないこれ。ねえ。辛いので有名なお店ってこと。また風に辛いお店に連れてこられたよ。すいません。すごい辛いって分かってたんじゃない。私も初めて来ました。初めてね。知らないこの辛いの。まあバリに住んでるバリ人でもね、初めて来るお店はたくさんあるからね。そうですね。ああ。てか知ってたでしょ本当は。知らないふりされてる気がする。知らないでしょ。ごめん。すいません。カレーマジで。はい、食べ終わりました。いや、こないだのミコベルよりも全然辛いじゃん、ここね。辛い。まだすごい余韻残ってるよ。これアイスクリーム食べないとちょっと消えないパターンじゃないこれ。あー、で、これ店内にね、動画が流れてんだけど、その日本人の吉本の、あの住みます芸人さんとか、あとインドネシアでかなり有名な人たちがバシバシあの CM に出てるようでした。さすがインドネシア屈指の有名人のお店でしたね。この情報が良かったよって方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。いやー、辛いよ。